TJ です。TV05 がやっと、ここまで仕上がりました。早速店長に三日月をお願いしに行きたいと思います。それでは行きましょう。店長、お水美味しいですか？美味しいです店長、せっかくなんですけど、TV05 のメカズミをお願いしたいんですが、いいですか？何 TJ、ついにできちゃったの？いや、まだここまでしかできてないんですけど。すごい、おめでとう。ありがとうございます。新車ね。新車です。あら、嬉しい。よく頑張りました。 ありがとうございます。でこれをどうしたらいいんですか？あ、メカズミをよろしくお願いできますか？メカズミね。はい。じゃあいつもみたいにチェックもしましょうかね。はい、ね、お願いします。わかりました。じゃあ早速やらせていただきます。あ、お願いします。行きましょう。はい、はい、あら TJ、 あ、これハブはまだつけてないのはなんかアルミかなんかに変えるのかな？そうですね、アルミに変えようと思ってます。あ、なるほど、いいと思います。はい、いいお買い物ですねサーボは自分で積んだんですね。あ、まず早速ちょっと気になることがありましたよ。ここ TJ はこれ出っ張ってるでしょ、はい、このコードがね、こうロールした時にここ吸ったらどうなります？ここ、あ、切れますね。やばいね。切れますね。やばいですね。なんでこれは後で直しましょう。お願いします、ね、はい。そして、うん、まあ、とりあえずついて、あれ TJ、あれ、これちょっと打角少ないですね、これ。え、そうですか？はい、少ないですよ。ああ、ああ、TJ 何でしょう？これは感謝した方がいいです、僕は。はい、まあ、最初ラジコンを組む人が、はい、大抵2人に1人、はい、2人に1人は必ずやる間違いがあるんですよ。ああ、それはどういう？ TJ、Cハブってわかる？Cハブって、なんとなくわかります。キャスターを角を決めるCハブってあるんですけど、はい、TJ これね、左右逆ですわ。逆ですよ、これ逆ですか？はい、右と左間違ってるんで、横から見るとキャスターが逆キャスター、いや、この角度が前に立ってるんで、はいはい、まあ、ここで当たっちゃうから打角も切れない上に、はい、しかもね、これめちゃめちゃ運転難しいこれでもね、みんなよくやるんで、はい、ただ TJ ラジコン今何年生ですか？今9年目ですね。9年目ですね、はい、なかなかね、9年目でやる人は珍しいですよまあ確率2分の1なんでね、はい、まあこれまで運が良かったのかな。あ、そうです ね、 ね、じゃあ、はい、これちょっと直していきましょうか。これ直してから、はい、じゃあちょっとメカ積みしていきますかね。はい、はい、これは見事な初心者の間違いで、これは参考になりますね TJ。 ありがとうございます恥ずかしいですこうやってね、タミヤのゴミアジャスターレンチを使えば簡単に外れますよ。はい、そしてCハブを左右変えるのは結構大変ですね。でこれ抜けたので、このCハブをこっち持ってって、はい、このCハブをこっち持っていきますね。はい、はい、どうもね、切れ角がね少ないと思ったんですよ、まあ、多分ね、僕でもね、はい、300人ぐらいは見てきてるかな、この間違い、はいはい、なので、まあ、9年目ではなかなかですけどまあ仕方ないですね。いいですよ TJ、 ブランクがありますからね、はい、そうですね、ブランクありますけどね。キャスター角っていうのがすごい、はい、TJ 大事なんですよ、はい、このキャスター角は本当左右間違って逆キャスターっていう状態になると、はい、本当に運転難しくなるんで、うん、手早いですか？あ、すごいですね、僕の作業は迅速ですね。そうですか、お恥ずかしい仕事なんでまあ、今最近はね、昔と違ってここになんかシムとか入れなくてよくなったんで、かなりかちょっと昔より楽でしょ、作るの。あ、そうです ね、 ね、はい、
まあ左右間違ってるようじゃダメですけどね。まあキングピンなんかもね、本当はこれキングピンって言うんですけど、ここの動くところね、はい、ここセンターとかね、まっすぐ出したりとかあるんですけど、はい、まあそれはまたおいおいね、おいおいでいいでしょう、はい、ちゃんといい男に撮れてますか、僕今手元しか映してませんでした。皆さん僕の顔が見たいんじゃないですか。あ、顔が見たいんですかね、はい、違うんですかね、よくみんな間違えるんで、はい、はい、いい間違いをしていただいてね、ありがとうございます。いいえ、お恥ずかしいです。いえいえ、恥ずかしくないですよ。ちょっと恥ずかしいかな、9年目だったら。ちなみにですけどね、TJ、はい、これほら、TB05 プロでしょ。はい、そうですね。ね、プロを買うと、はい、まあ、こうやってほら、最新式のこの上級車両と同じほら、足回り一緒なんですよ、これ、はい、でもね、実はね、はい、これね、うん、樹脂がね、ちょっとね、柔らかいのがついてるんですよ。うん、だから歪みやすいし曲がりやすいです、はい、うん、なのでしかもこれね、カスタマーパーツでしか買えないのかな、うん、で必ずしもこの柔らかいからダメだっていうわけじゃないんだけど、まあ壊れたらね、うん、あれですよ、カーボン混入のやつに変えた方がいいですよ、はい、ただし大事なのが、はい、まあ初心者さんだったらいいんだけど、うん、ある程度 TJ ぐらい走れるようになったら、はい、素材が左右で変わっちゃうと走りに影響しちゃうんで、うんうん、もし片方が折れましたでスペアパーツ買いましたってなったら、うん、はい、もう左右同時に変えないと、はい、素材が左右で変わっちゃうと走りにすごい影響があるんで、はい、注意してくださいね。はい、わかりました。本当わかった。よっ、固い。いやいや、ほんの余裕ですよ、このぐらい。よし、新しいんでちょっと固めですね、はい、まあ、僕には余裕ですけどね。僕の表情全く変わらずいきますから、いきますよ、はい。はい、じゃあ、あ、これでちゃんとほら見てください、切れ角がちゃんと取れるようになったでしょ。で、すごい、うん、キャスターも進行方向に向かってこう寝てるんでね、この、はい、だからこれで正キャスターといっていい走りになりますんで、これ間違ってると地獄の走りになりますよ、TJ。わかりました、うん、あとこれもちょっと直しちゃおうかな、はい、ね、まあここに限らずいろんな場所、このコードが干渉しないようにっていうのはすごい大事なんで、はい、ね、こう断線しちゃって壊れちゃったりねするってよくあるんで、そうならないように注意してください、はい、あ、TJ はフロントモーターを選択したんですね。あ、そうですね、あ、いいですね。あ、ね、初心者さんであれば、はい、フロントモーターにした方が運転しやすいです。ああ、そうなんですね、うん、なのでもし前ご自分で判断できない経験がね、はい、うん、ご自分でまだ判断できない方であれば、はい、フロントモーターにしておいた方が何かと運転はしやすいですので、はい、フロントモーターおすすめですよ、うん、一口目もですね、あ、はい、一口メモですね。はい、はい、TJ ね、はい、問題は多分ないんだけど、ええ、これだけビスが短いんですよ、ここだけほら短いんです、ネジがほらこいつ短いでしょ。あ、これ 3×10 ですけど、これだけ 3×8 が入ってるんですよ。あれ、本当ですか。はい、取ってきていただけますか。あ、ここにあるかな。あ、ここにありますね、はい、交換します。そういうのも、まあ、多分ね、ここ 3×8 でも問題はないんだけども、はい、結局こういうミスがあるということは他に大事なところでミスしている可能性があると、はい、
ね、いうことになるので、こういうミスがあるうちは、あ、ダメだなって思ってください。わかりました。 TJ ラジコ何年生でしたっけ？9年生ですね。はい、わかりました。じゃあね、あ、うまく入りました、こんな感じでね。はい、うん、多分これなら大丈夫でしょう。まあこれね、 3×8 でもね別に問題はないですよ。でこういう、なんだろう、長さも、はい、当然わからないうちは説明書通りの長さをね指定で使ってもらったらもう間違いはないけど、はい、経験が出てくると、ここアルミにね入れていくんで、はい、まあ、別にこれ 3×8 じゃなくって、最初から 3×10 じゃなくて 3×8 でいいやと、はい、ね、いう判断もできるようになってきます。あ、うん、まあ、特にね相手がアルミだからかかりもね少なくてもいいんで、はい、相手が樹脂だとねちょっとある程度かかってないと危ないですけど、はい、相手アルミなんでいいと思います、はい、はい、まあ、ちょっと締め具合とかもね本当はお伝えできたいですけどなかなかできないんでね。あ、締め具合難しいですね。難しい、まあ一応緩かったですよ。緩かったですか。でこれ素材が鉄じゃないですか、はい、ね、鉄に対してこっちアルミの土台につけてきますよね、はい、鉄とアルミっていうのは同じ金属だけど金属の種類が違うでしょ、はい、そうするとどうしてもね緩みやすいんですよ。これがアルミビスだと緩みづらいんですよ、はい、なので種類が違う金属で、しかもここすごいストレスかかるとこなんで、はい、まあ、ちょっとつけてないと思うけど、ね、ネジロック剤こうやってあるんで、はい、これをちょっとつけましょうか。このぐらいピン合うかな、はい、おい、このぐらい、このぐらい、おい、ちょっと多かったかな、このぐらい、このぐらい、はい、はい、ね、これをつけましょう。これでいてしっかりと締めると、でこれ多くネジロック剤を多くつけすぎると、はい、外れなくなっちゃうんで注意してください。そうですか、はい、これもちょっとこっちもつけましょう。ね、ちょっとだけね、あ、はい、いいですか？いけです。OK、はい、じゃあここまで OK ですね、はい、じゃあこれで一応とりあえず他の悪いとこないかっていうのは後でタイヤをつけてから、ね、はい、やりましょうか、はい、ね、じゃあメカを早速積んでいきましょう。ダメですよ、こんな甘いの飲んだら TJ 太るよ。太りますね。こんな糖の塊ですからね。糖と液体がこれ糖のが多いですからね、これダメですよ、はいはい、僕じゃないですよ。僕はコントレックス以外興味ないんでね。そうですね。